守りますわ。私のことも守ってほしいですわ、驚く殿。殿殿なんのキャラなの。アメさんだ、アメさんだ、どうも、うわうわアメさんだ、オラのグラダ、オラ作れてね。ソワリ感がすごいんだけど。よし、マイクラ人狼クエストはマイクラと人狼ゲームを掛け合わせたゲーム。村人に紛れた人狼を暴き出して平和な村を取り戻せ。村人陣営の勝利条件は人狼陣営と第三陣営を倒せば勝利である。人狼陣営はクエスト達成を阻止しつつ村人陣営と第三陣営を倒せば勝利となる。第三陣営は各役職によって特殊な勝利条件が存在する。この人狼ゲームは昼と夜のターンに分かれ、昼は自由に会話が可能、夜は音声をミュートし、全員会話は禁止となる。そしてフィールド上に置いてある木材や鉱石を採取し、エメラルドをある程度取得したら、フィールド上にあるショップでアイテムと交換しよう。この世界は昼のターン限定でクエストがランダム発生する。クエストをクリアすれば試合が有利になる報酬がもらえるぞ。この世界に呼び出されたプレイヤーたちよ、人狼の嘘を暴いてこの村の未来をつかみ取れ。マイクラ人狼クエスト、開幕だー。通販パクチョ、このチャンネルはご覧のスポンサー提供でお送りしておりました。そんな私がお嬢様ですわ。お前ら死になさい。やろうぜ、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 やるぞ。お嬢様ですわ。私としたことがうっかりしてましたわ。気持ち悪いな。気持ち悪いマジで。ライン越えにも程があるのよ。気持ち悪いわ。気持ち悪いはやばいな。これ配信とかで絶対引きたくないですわ私。どうも、夜の部解説役のゆっくり霊夢です。ゆっくりマリサだぜ。というわけで今回の村は8人村で役職配分はこんな感じです。今回も裁判官が入ってるから緊急会議がありの状態で試合ができるのか。この役職があるだけで人狼クエストのゲーム性がガラリと変わるからね。そしてもう一つ注目すべきは人狼サイドにはアサシンが混ざっていると。こいつはスキルでキルすると透明化が発動するから、キルした現場を見られない限り誰にも気づかれずに逃げることができる暗殺者のような役職よ。アサシンは売店で売ってる透明化ポーションと組み合わせられたら相当厄介な役職だよな。占い師がいない分、騎士がどんだけ村人たちを守れるかが勝負の鍵になってくるかな。まあこいつ以外人狼の攻撃を回避するスキルを持ってる役職いないしね。まあ大まかな役職説明はこんな感じか。ちなみに説明画面のせいでちょっとわかりづらかったけど、今とつもりはアフェさんに謎に追跡されてるから全力で逃げてるみたいだぜ。もしや夜に常時的キルを狙いに来てるとか。いや近くには驚くさんがいたからそんな堂々とキルは狙わないと思うが、ほぼ白角を取ってるとつもり目線から言えばかなりアフェさんは怪しく見えるだろうな。そしてまたアフェさんが追ってきたけど、とりあえずこれから会議に入るからアフェさんが追跡してきた理由を聞き出したいところだな。ニグさんが、ニグさんが亡くなってます。何だったの。ニグさんが亡くなってます。ニグさんが亡くなられている。夜の中盤ぐらいに亡くなってます。バイトル状況。じゃあ、今回の、あのキル驚くさんではないわ。驚くさんと俺、あの家上。そうね、あの、リエリメイター。ね、僕はずっととっさんに、俺は神さんで見つ。あの、エメラードを渡そうとしてずっと。あれだったのね。え、いや、ずっと私この野蛮な白熊に追われてたですわ。怖かったですわ。大事なこと、これ一回エメラル投げてどっか行ったから持ち帰ってまた追っかけてたんでずっと。いや、それは怪しいですわこの白熊。白熊怪しいですわ。ごめん、村長の家から見てたんだけど、阿部さんだけ見たんだね。あのバイトルの確認のためにニグさんが亡くなってるって言ってるんですけど、だから多分阿部さんはなさそう今回のキルは。 ね、人狼の可能性はあるけど今回のキルはなさそうかなって思う。俺の視点は。いやでも私を追いかけてきましたわ。じゃあ断ちできないじゃない。今追いかけるの。ああ、じゃあ暇だなと思って。ベルさんだけじゃない。俺とっさんの目の前にいたよずっと。あの倉庫の。ああ、そう。どこで死んでたかは分かんない。分かんないです。ごめんなさい、分かんないです。ああ、はいはい。中盤ぐらいで死んだって情報だけしか分かんないです。で、あの潰れてたですわ。え？いや、なんでアフェさんに。怪しいのは分かるけど見れるな。悪意を感じる。人がいっぱいですわ。なんです
トツさんにあげるんじゃなかった。トツさん、トツさん白でしょ。トツさん白ですわ。白白やばい。やばい。あーやったですわ。あなた、あなたやりよりますわね。やりよりますわね。やりよりますわね。あ、もしかしたら。ナナシシャンだ。今ね。ちょ、おどろさん、ここにさ、今、エメラルド落ちてたんだよね。ワンチャン、ニグさんの遺品かもしれん、今落ちてたの。パンもあった、パンもあった。あ、そう。そこにあったから、もしかしたらニグさん、それどこどこ、倉庫側の、あの、畑あるじゃないですか。ここ畑の横の木のとこで、ちょっと待って。いや、だ、洞窟か、洞窟か、ちょー。今、これ、洞窟か、洞窟か出れない、俺。ここだったら大丈夫だ。やべえ。これ、俺はおどろさんがいる。目の前にいます。俺たぶん、買い物させてもらっていいか。あの、離れてる。買い物させてもらっていいか。え、僕今、外というか、木の下にいる。あ、オッケー、じゃあ違うわ。じゃあ違うわ。俺だけか、今。トツさんと一緒。え、タナシーシャンは何者なんですか？私、村人です。あの、こんだけ情報出してるから村人って思ってほしい、さすがに。よかった。じゃあ、これあげる。はい。じゃあ、これあげます。あ、やったー！ありがとう！はい、タシロです。今回狂人おらんし、俺もあのなんか一応仕事終わったから言うんだけど、俺裁判官で使用します。あのスキルあのもう上達みなんで、あの、はい、なるほどですわね。なるほどですわ、ね。誰にやったんですか？昨日ですわ。これはあの白い人一人知ってるから、あのその人にやったよね。あ、大丈夫？それ本当にしろ？本当ですわ。わかんない。ちゃうかったら、あの俺のこと恨んで。ちなみに、わかんないから、白くもらっていった。あの、俺死ぬんで、あの、それ以外で釣っていく感じでよろしくお願いします。最高です。最高じゃない。最高いないから。チャーモンさんの後ろついてって、驚くさん守りますわ。あ、私のことも守ってほしいですわ、驚く殿。確かに。殿なんてやらなの、さんだ、アメさんだ、アメさんだ、どうも、うわうわアメさんだ、オラの村、オラくれてね、なんか村同盟みたいに。確かに。じゃあ、はい。え、どうして村見たんで、はい。あ、おぉー、あげるあげる。ねえ、あの、疎開感がすごいんだけど。よし。同盟ができましたですわ。あ、これもあげちゃおうか。あ、もう、あれ。疎開感がすごい。さあ、いい感じにサモさんが立ち回ってくれたおかげで村同盟が結成されたみたいね。ただ裁判官の公認役がトツモリってことに不安があるがな。果たしてトツモリが公認のスキルをうまく使えるのか。でももう4人で村同盟組んだみたいだし、公認のスキル使わなくても勝てるのでは。いやいや、まだアペさんも驚くさんも白が確定してないわけだし、まだまだ後ろからベルちゃんが謎に殴ってきたんだが、これは何かを伝えたいアピールなのかしら。いや絶対ただの冷やかしだろ。それにしても何も起こらないわね。まあ中央に4人固まってるからな。この状態ではさすがに人狼も手を出しにくい状態だろ。そしたらさすがに今夜は何も起こらないか。とりあえず様子見で試合がもう一度動くのを待つしか。今の見たマリサ、ああ、見たぜ。今画面上では間違いなく歌いもんがサモさんをキルしてた。キルした瞬間歌いもんが透明化してたから、あいつがアサシンで確定だ。あ、ごめん、間違えた。カモくん死んでます。カモくん死んでます。なんか今死んでる。ですわ。今僕、今僕なんか切られたけど何だったんだ。ふんってなった。ごめん、私があのふんってなった。今中央でふんってなった。私が探してたから。あ、そういうことか。ちなみに私とトツさんが一緒にいたので絶対にここはできなくて。そうですわよ。ここは？ああ、そう。え？いや、一応今日ね多分カモくんが死んだ位置なんですけど、中央風車側っすね。そうですね。ちなみにあのあの公認になってるからサモさん本当に裁判官だったっぽいですよ。一応ですけど。確かに公認だ。公認が出てるから確かに。あ、本当だ。じゃあベル様なんか妙なタイミングで中央の風車現れましたですわね。え、そう、1個目のさ、キルもさ、ニグさんの死体位置もさ、ベルさんの近くなんだよね。なんか今ってアサシンが起きたっていつなの、それそもそも。本当に終わる頃、夜が終わる頃ですわ。で、その前からいた、その前からいたじゃん、俺ずっと。いや、いませんでしたわ。その前に殴ったじゃん、その後に。結構いた後ろにいたよ、俺。記憶はございませんわ、ベルよ。あなた死にいなさい。いたマジでいた。ここでずっと起きたいところ、まんまで。そう、1個目のキルもさ、結構ベルさんの位置は怪しいんだよね。そう、ニグさんの下位近かったから。
って減らしておかないとやばいのよ。俺ずっといたよ。だってそ1回目は倉庫にいたし、2回目もそう、1回目倉庫側なんだよ。リングさんの下にショップのさ柱の裏の方にいたのよ。なるほどね。でもそこなら見える。僕だと思うけど。俺も一緒になかった。俺はでもバイタル見てた、ずっと。私も入れちゃいましたわ。ほら、最後の言葉を何か言うのですわ。あ、これどうやって物投げるの？何も投げません。消えボタン。物が。あ、結構マットやった。なんか申し罪悪感すごい今の。申し訳ない。申し訳ないですわ。ただね、1回目のキルの位置が本当にあれだったから、ちょっと怪しいなって。柱のところだったら見えてる、ワンちゃん見えてるかもしれんから。うわっ！っていう。驚く殿！何？さん、斧をください。僕に。わこの状況は多分信用できる答えが。なるほどですわね。なるほどですわ。私と一緒にください。白熊よ。サモさん恨む羽目になるかもしれないね、これ。ワンちゃんこれクロに任命した可能性が。え、誰に任命したってこと？誰に任命したの？待て、大丈夫。びっくりした。ビビった。クマボケとしてたら。俺ボケと。これローラーからどうなんですか？え、そう、俺さ思うんだよね。歌いさんと俺戦って、で勝った方を二人殺せばいいと思う。歌いさん？なんで僕くぐるの？どうぞどうぞ。ほらほら、やれ、やって。じゃあお前ですわ。お前ですわ。逃げろ。逃げるんじゃないですわ。さ、来なさい。来なさい。あ、驚くさんだ。驚くさんだ。あ、走れない。さあ、あなたはここで死ぬのです。あなたはここで死ぬのです。あかけ、はい、さあ、往生際が悪いですわよ。あれ、嘘、これ来るの？やばい。なんでこれ生きてるんですか？やばい、助けて。待って助けて。おい、あ、移動させていいです。いけ。今の生き残れるのすごいですわ、あいつ。違う。あ、でも俺勝てる方法あるですわ。ですわ、はい、私公認ですわ。公認ですわ。はい、これでどうですか？さあ、懺悔しなさい。やだ、あなた懺悔しなさい。あなたは負けるのです。さあ、痛いよ。ダメだよ、それは。おい、助けて。公認が生きてる。やだ。そうなんですわ、私、サーモン殿に公認を受けてたんですわ。哀れね、自分で作ったシステムでやられるなんて。哀れね。アフェさんだと思うんだよね。アフェさんだと思うの。ここまで来てそれはないだろ、お前。アフェさんだと思うの。アフェさんだと思うの。やばいな、これマジで面白すぎる。さあ、闇の炎に抱かれて眠れ。誰か投票してあげる。あげる。あげる。助けて。ナイス。いや、これ。めちゃめちゃていうかさ、クマさ、なんで俺らあん時やれなかったんだろうね、歌ちゃんと。なんで、なんで逃げれたの？わけわかんなかったんだけど。こんな固まってた、思いっきり。めっちゃ頑張って逃げてたもん、必死だった、本当に。あれめっちゃおもろかったな。あれめっちゃ、見てておもろかったわ。